はい、どうもこんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、本日登場の J リーグ FP の選手紹介していきたいと思います。で、まあ先週ですね、開幕節の J リーグ FP 来ていたんですが、今回は第2節から登場するということになりました。で、一応ですね、先週のちょっとコメント欄にて若干勘違いされている方もね、いらっしゃいましたので、まあ2021シーズン先週がね、初めての J リーグ FP でしたので、また改めて復習の意味も込めてこちらね、ご覧いただければと思うんですが、基本的に J リーグ FP に関しても海外同様、週末の試合から登場するということになります。で、まあ今回はこちらの第2節ですね、仙台対川崎から、一番下ですね、 F マリノス対広島、こちらの試合から登場したという形になるんですが、基本的に週末の試合ですので、ミッドウィークの試合は、全く登場しないということになります。例えば昨日ですね、 J1 リーグ第3節が行われましたが、昨日の試合は J リーグ FP の対象試合にはなりませんので、まあ昨日の試合はですね、ウイルの方で言うとライブアップでも影響しないということになります。ですので、来週の J リーグ FP は13、14の週末の試合が対象となりますので、第4節の結果をね、楽しみにしつつ待っていただければというところですね。でですね、まあ J リーグ FP に関しても、かなり予想が難しくて、実はね、まあ20チームなので10試合、まあ今回はガンバ大阪の試合がないということになりましたので9試合しか、なかったので、その9試合から予想できるんですが、 J リーグ FP って意外と予想難しくて、この選手来たかっていう選手もね来たりするんですけども、今回、このタクナムチャンネルさんがですね、まあ、個人的にも DM させていただきまして、仲良くさせていただいてるんですけども、全選手当てられたということで、いや素晴らしいですね。まあ、J リーグを中心にね、動画も出している方なので、ぜひチャンネル登録していただければと思うんですが、この10位選手当てたのはね、9試合しかないとはいえイレギュラーの選手もいますので、いや素晴らしかったんじゃないかなと思いますね。ということで、今回は第2節の方からこちらの10位選手が登場するということになりました。今回 FC 東京と名古屋グランパスの方からは2人ずつ選出されたということですね。そしてまあ、ヴィッセル神戸の方から菊池選手、来ましたので、後でね、しっかり当てていきたいなというところなんですが、まあ今回もクルトマの選手は登場しないという形になりましたね。ランゲラックだったり小林選手も、来ていますが、まあ小林優選手ね、クルトマで登場するかなと思いましたが、今回は金玉ということになりました。で、まあかなりですね、このレアンドロ選手強いんじゃないかなと思いますし、あとは前田大然選手、来ましたので、ぜひですね、当てた方はスピード瞬発生かして使っていただければというところですね。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。ということで、まずはゴールキーパー、名古屋グランパスの方からはランゲラック選手ということで、ランゲラックに関しては MVP で一度登場していますので、FP としては2回目の登場になります。で、週間では初めての登場ですね。で、基本的にプラス5からプラス6へ上がりました。で、中でもプラス9でジャンプ、プラス9で GK センス、プラス8でクリアリングということですね。で、J リーグ FP に関しても、海外の週間 FP 同様、3つの能力値は爆上がりになります。で、スキル追加できる場合は何かスキル追加されてくるんですけども、ランゲラックに関しては、その3つが上がったという形ですね。まあ身長もありますし、今週ライブアップで A というところを考えると、好調以上ならまあガチ使いで入ってきてもいいんじゃないかなと。ということで、前回の MVP のランゲラックと比較していきたいと思いますが、今回はジャンプが3つ上がってキャッチングが3つ下がってしまいました。まあこれは GK 能力の方を選んでいただければと思いますので、キャッチングが高い前回の方が個人的にはおすすめなのかなというところですね。ということで、続きまして川崎フロンターレの方からは小林優選手ということで、今シーズンもしっかり来ましたね。まあ FP としては初登場となりますので、しっかり能力値の方を紹介していきたいと思うんですが、基本的にプラス3からプラス5上がりました。で、オフェンセンスプラス7、決定力プラス8、で、ヘディングがプラス6という形ですね。まあこの特に得点能力がしっかり上がったというところはかなり大きな部分かなと思いますし、決定力90台まで乗せていると、ここめちゃくちゃ重宝できる部分なのかなというところですね。まあスピード瞬発、フィジカルコンタクト、ボディコントロールもしっかりあります。ので逆足3、4ですし、で今回のレベマ総合値は90まで乗せたという形になっています。でスキル面で見た時にもヘッダーだったりワンタッチシュート持っていますね。まあ前作の小林優選手はスーパーサブ持っていましたので、ちょっと桁違いの能力値だったんじゃないかなと思いますが、まあ今作に関してもかなり強い選手ではあるのかなというところですね。ということで、続きまして FC 東京の方からはレアンドロ選手ということで、今シーズン初登場、ウィニングレブン2021初登場ですね。で、基本的にプラス3からプラス4上がりました。で、オフェンセンスプラス7、フライパスプラス7、プレースキックがプラス7という形ですね。まあ、オフェンセンス爆上がりはかなりありがたい部分かなと思いますし、フライパスもしっかり上がったという形になります。で、まあ、スキル追加がね、なかったんですけども、まあ、もともと根下だったりミドルスルーパス持っていますので、まあ、かなり使用感はいい選手になっているのかなというところですね。
ということで続きまして横浜 F マリノスの方からは前田大然選手ということで来ましたね。スピシュンお化け前田大然選手来ましたけども、まあオフェンスセンス82、決定力84ということで、得点能力もう少し欲しかったなというところなんですが、ボールコントロールプラス6、ヘディングプラス8で、カーブだったり瞬発力がプラス5ずつという形になりましたね。 J リーグのセンターバックだとちょっと太刀打ちできないこの足の速さになっているんじゃないかなというところですね。でスキルに今回ヘッダーが追加となっています。まあ元々ワンシューチェイシング持っていますね。このスピシュンでチェイシングされたら脅威かなと思いますが、まあ F マリノスサポートの方はぜひゲットしていただければと思いますし、まあ日本代表にも選ばれていますので個人的に当てていきたい選手の一人ですね。ということで続きまして FC 東京の方からは森重選手ということで、森重選手に関しては先週も登場していたんですが2週連続登場という形になりました。で今回はですね、基本的にプラス4からプラス5上がっています。でオフェンセンスプラス7、ヘディングプラス7でアグレシブスがプラス8という形ですね。まあセンターバックながら DMF もいけるということで、まあ DMF もいけるというか試合の中では DMF の方が多いかなと思いますが、まあ高いところでバランスが取れているセンターバックかなと思いますし、両サイドバックいけるというところはかなりありがたい部分かなというところですね。で今回特に追加スキル等はなしという形になりますが、前回の先週の森重選手と比較していきたいと思います。先週はですねフィジカルコンタクト、ボールダッシュ高いんですが、今回は基本的にプラス1上がりました。特にディフェンスセンス、アグレッシブス1と4ずつ高いので、個人的には今回のホームユニフォームの森重選手の方がいいのかなというところですね。ということで続きまして福岡の方からはサロモンソン選手ということで、アビスパからサロモンソン来ましたね。基本的にプラス3上がっています。で中でもフライパスプラス6、プレースキックプラス6、キック力がプラス6という形ですね。で今回スキルにワンタッチパスとピンポイントクロスが追加となりました。サイドバックでこのワンタッチパス持っているというところはありがたい部分かなと思いますし、まあピンポイントクロス追加は言わずもがなありがたい部分かなというところですね。ということで続きましてレイソルの方からはゴヤ選手ということで、ゴヤ選手初登場になりましたね。基本的にプラス2からプラス4上がっています。で決定力、ヘディングがプラス7ずつで、瞬発力もプラス7ということで、決定力がかなり高いですね。ただまあ逆にオフェンスセンスが82ということで、もう少しあっていいんじゃないかなと思いますが、ただスキルにヘッダーだったりワンタッチュート持っています。で今回は特に追加スキル等はありませんが、まあこのオフェンスセンスの低さはスーパーサブとか追加してみたい選手の一人になっているんじゃないかなと。ということでグランパス2人目相馬選手ということで、アンダー世代のね相馬選手が登場という形になりましたけども、まあスピード瞬発早いですね。88、94でドリブル能力もしっかり高いという形になります。でまあ何よりスーパーサブ持っていますので、ぜひですね後半から使っていただければと思うんですが、前回の12月10日のアウェイユニフォームの相馬選手と比較していきたいと思います。オフェンスセンス、決定力、得点能力に関しては今回かなというところで、ただドリブルだったりスピードは前回の方が高いという形ですね。で前回に関してはワンタッチシュート持っていますので、ここがミソかなという印象ですね。ということで続きましてサガン鳥栖の方からは山下選手ということで、山下選手に関しては基本的にプラス3からプラス4ですね。で決定力、ヘディングがプラス7ずつで、フィジカルコンタクトがプラス6ということで、まあポストプレイヤーの選手ですので、フィジコン上がったのはかなりありがたい部分かなと思いますが、追加スキルとは特になしですね。ヘッダーだったりワンタッチシュートを持っています。で面白いのがセンターフォワードの選手なんですが、 DMF までいけるという形になっていますね。ということで続きましてヴィッセル神戸、菊池流帆選手ということで来ましたね。まあ後でこの選手間違いなく当てていきたいかなと思いますが、基本的にプラス3からプラス5上がりました。でフィジカルコンタクトプラス6、ボディコントロールプラス7でアグレッシブスがプラス7という形ですね。まあ今回スキルにワンタッチシュートが追加となっていますが、もともとヘッダーだったり闘争心持っているという形になります。プレイしたらオーバーラップという形ですね。ぜひ当てた方は使っていただければと。ということで今週ラストはトリニータの方からは小林誠吾選手ということで、小林誠吾選手に関しては基本的にプラス2からプラス3ですね。でドリブルがプラス5、決定力プラス6、瞬発力がプラス7という形になりました。で特に今回ワンタッチシュートが追加となっていますので、このワンシュート追加というところはかなりありがたいところかなという印象ですね。はい、ということで本日はですね、今週登場の週刊 FP J リーグ紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ現日本代表、元日本代表の選手もいますし、まあ個人的にはヴィッセル神戸、菊池流帆選手を狙っていきたいところですね。はい、ということで本日はここら辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では